こんにちは、村久保役の竹内俊介です。ただいま収録の方が終わったんですけれども、皆さんルーンファクトリー5楽しんでいらっしゃいますでしょうか。またまた、村久保くんは皆さんいかがですか。なかなかね、こうちょっと和心ある雰囲気というか、獣人でちょっと獣っぽいところがあったりして、ハーフ的なかっこよさもあると思うんですけれども、なんか旅館をこう経営しているっていうところで、僕の友達にもですね、旅館を経営しているところの息子さんがいたりするんですけど、なんかやっぱこう旅館とかに携わってる人ってなんとなくこう朗らかだったり、なんか人当たりがいい人が多いようなイメージがあるというか、なんか村久保くんとかもすごくお客様のことを思っていつも接客しているというか、明るく、接している様子がなんか魅力的だななんていうふうに思ったりするんですけれども、ただなかなかね、こう彼もまだまだちょっと若いところがあったりするので、恋愛のところに関してはいかんせんどうなのかなみたいなところもあったりするかと思うんですけれどもね、ご興味あればぜひね、村久保くんと結婚してみて、ちょっと獣人と、そして旅館の、若おかみみたいなポジションになるみたいな生活とかもいかがでしょうかなんていうふうに思ったりするんですけれども、やっぱりこのルーンファクトリーさんは牧場生活を送って、で家庭も持ってっていうところがすごくシリーズ的にも魅力的だなと、僕もゲームよくやったりするんですけれども、ずっと思っていたりして、違うもう一つの現実世界が生まれるというか、知らない世界で朗らかに牧場とか、そういうこと経営とかもやったりして、で程よくなんかピンチがあったりして、モンスターを倒すなんていう、なんともすごくですね、いろいろな顔を持っていて、遊び合いがあるんじゃないかなというふうに思いますので、一度クリアした方も、ぜひぜひ何度も遊んでプレイしていただけたらと思います。俺のところで世話になる気になったか？